12時47分車道に合流。東屋があります。12時53分戻りました。明神山に下りましょう。これが揺るぎ岩です。動きませんよ。ちょっと動いてるね。綺麗な尾根道です。ここに分岐があります。明神山は左に下るんです。ここが暗部かな。登っていきます。分岐、こっちに道があるのって言いたくなりますね。このことかな。はっきりした踏み跡をたどって明神山に行きます。電車の音が聞こえます。展望場がありました。天狗岩の方から線香頭部ですかね。朝方町の下の方を歩いてるはずです。金輪島です。大竹の町です。13時24分です。ここですね、明神山山頂。木があるから展望が得られません。標高500メートルから下ります。坂町目指し下っています。急坂が続きます。森山が見えます。ここが分岐です。尾根道ですよ。ここに岩があります。どうでしょうね。線香頭部の方、そして朝方歩いた川沿いの道が見えています。また上がった小峰ピークです。通過。岩場ですね。あれね、木が高いです。展望ないですね。鈴ヶ峰です。近くの金賀道路山です。四等三角点の道があります。下ります。道の手入れをしてくれていますね。茶臼山も登りましょう。500メートルの明神山から下ってきました。14時です。茶臼山です。展望場になっています。線香頭部の方です。天神堂見晴らし遊歩道と書いてありますね。あ、葉っぱがないけど木が伸びています。二之島の方よく見えます。黄金山です。広島駅の方、双葉山と尾長山と牛田山、松笠山が見えています。その奥が阿武山。五差相山です。春だったら桜が咲いていますね。ここに。
シティタワーの方です。福山も見えます。森山です。海田大橋、宮島の岩船岳の左です。奥が大竹の町があります。高尾山城跡です。矢野と坂の教会の山です。坂駅です。14時12分下りましょう。向こうが矢野駅ですね。舗装路です。公園ですね。下まで固い道でしょう。えぐれ道、雨の時は水が流れるでしょうね。道が細くなりました。畑に出ました。墓地も見えます。天神山が見えます。線香頭部、市街地、車道を下っています。道標があります。学校のそばで茶臼山が見えています。朝歩いた道に戻りました。明神山と江家山。14時40分坂駅です。明神山と右に江家山の電波塔です。茶臼山、高尾山城跡です。広島駅近くから江家山を眺めています。